桜の花びらが舞い散る春の日、篠田涼介は新しい高校生活を迎えた。彼は新しい環境に期待と不安を抱きながらも、日々を楽しもうと決意していた。入学式の日、彼は一人の少女に出会った。彼女の名前は藤井咲。長い黒髪と優しい笑顔が印象的で、涼介は一瞬で彼女に心を奪われた。咲とは同じクラスになり、席も近かった。彼女はいつも明るく、誰にでも優しく接する性格だった。涼介は次第に彼女と話す機会を増やし、少しずつ親しくなっていった。しかし、心の中では彼女への強い思いが募る一方で、自分の気持ちを伝える勇気がなかった。夏休みが近づく頃、クラスメイトたちは夏の計画を立て始めていた。涼介は何度も告白しようと試みたが、その度に言葉が喉に詰まった。ある日、放課後の教室で、涼介はついに咲に自分の気持ちを伝えようと決意した。咲、ちょっと話があるんだけど。彼は緊張しながらも、精一杯の勇気を振り絞って声をかけた。咲は笑顔で振り返り、彼を見つめた。何？どうしたの？涼介？実は、ずっと前から、君のことが好きだったんだ。涼介の告白に、咲は驚いた表情を見せた。しかし、すぐにその表情は優しい微笑みに変わった。ありがとう、涼介。でも、ごめんね。私は今、別の人に気持ちがあるの。咲の言葉に、涼介の胸は張り裂けそうだった。それでも、彼は無理に笑顔を作り、彼女の気持ちを尊重することにした。そうなんだ、わかった。これからも友達でいようね。涼介は咲への思いを胸に秘めたまま、夏休みを迎えた。友人たちと一緒に海や花火大会に行くなど、楽しい思い出を作ったが、心の中では常に咲のことを考えていた。彼女もまた、別のクラスメイトと一緒に楽しんでいる姿を見かけることが多かった。ある日、涼介は咲が好きな相手が誰なのかを知ることになった。それは、クラスメイトの中でも人気者の斉藤和也だった。和也はスポーツ万能で成績も優秀、誰からも好かれる存在だった。涼介は自分と彼との差を痛感し、自信を失いかけた。しかし、彼は咲の幸せを願い、彼女との友情を大切にすることに決めた。片思いの辛さを抱えながらも、涼介は彼なりに前向きに生きることを選んだ。秋が訪れ、学校生活も落ち着きを取り戻してきた。涼介は咲との友情を続けながらも、自分の気持ちを整理しようとしていた。彼は新しい趣味を見つけたり、勉強に打ち込んだりして、少しずつ自分を成長させようとしていた。ある日、涼介は学校の帰り道で咲と和也が一緒にいるところを見かけた。二人は楽しそうに話しながら歩いており、その光景を見た涼介は胸の奥が痛んだ。それでも、彼は二人の幸せを心から願うことにした。冬が近づくにつれ、涼介の心はますます重くなっていった。寒さが増す中、彼は自分の気持ちをどう整理すればいいのかわからなくなっていた。そんなある日、咲が突然学校を休むようになった。クラスメイトたちは心配し、彼女の家に電話をかけたり、メールを送ったりしたが、返事はなかった。涼介も心配でたまらず、咲の家を訪ねることにした。彼が咲の家に到着すると、玄関には鍵がかかっており、誰も出てこなかった。近所の人に尋ねても、何も情報が得られなかった。涼介は不安を抱えながらも、どうすることもできずに帰宅した。冬休みが近づくにつれ、咲の消息はますます謎に包まれていった。涼介は彼女のことを諦めきれず、インターネットで彼女の名前を検索したり、SNS で手がかりを探したりした。そして、
ついに彼はある投稿を見つけた。その投稿には、サキの家族についての情報が書かれており、彼女の家族が突然引っ越したことが記されていた。さらに調べると、サキの父親が仕事の都合で急遽海外に転勤することになり、家族全員で移住することになったということが分かった。凌介はその事実を知り、サキが自分に何も言わずに去ってしまったことに深い悲しみを覚えた。それでも、彼は彼女の幸せを願い、前に進むことを決意した。高校生活も終盤に差し掛かり、凌介は大学受験の準備に追われていた。サキが去ってからも、彼の心の中には彼女への強い思いが残っていたが、時間とともに少しずつその痛みは和らいでいった。ある日、凌介は友人と一緒にカフェで勉強しているとき、偶然にも和也に再会した。和也は大学に進学し、新しい生活を楽しんでいるようだった。二人はしばらくの間話し、過去の思い出を語り合った。その時、和也がふとこんなことを言った。そういえば、さきのことだけど、彼女が引っ越す前に僕に手紙を残してくれてね。そこに、彼女の本当の気持ちが書かれていたんだ。凌介は驚きながらも、和也の言葉に耳を傾けた。彼女は実はずっと君のことが好きだったみたいなんだ。でも、自分が引っ越すことが分かっていたから、君に迷惑をかけたくなくて黙っていたんだと思う。その言葉を聞いた瞬間、凌介の胸には言いようのない感情がこみ上げてきた。彼は涙をこたえながら、サキの気持ちを思い返していた。サキの思いは、凌介の知らないところでずっと彼のことを見守っていた。彼女の本当の気持ちを知ったとき、凌介は彼女への片思いが永遠に続くことを悟った。そして、凌介はサキの思いを胸に秘めながら、彼女の幸せを心から願い続けることを決意した。それが、彼の永遠の片思いの物語だった。